ですよ、みんないます今日は、はい、千秋楽です。公演千秋楽なんでね、そうなんですよね。うーか、消えないと、あ、やばい、もううーか、うーか、頼むわ、ビーバーいるやん、うかうかしちゃダメですよ、ほんまに。うーか卒業しないで、え、書いてるけど結構真面目なトーンで、うんかは出ないのって来てます。今日は休みなんです。今日ね、千秋楽なんですけど、千秋楽なんですけどね、出たかったですね、嬉しかったな。なぎさ最高もバッチリなのにね。まやな、なぎさ最高、君もビーチもなんだか胸がキュンとする、目と目があって心が触れてもなんか、おおお、完璧、完璧ですね、これはさすがです、完璧です。すごい、なんか、あ、え、なんか、なんか出てきた、うん、そう、ハロウィンバージョン、うん、楽しい楽しいメンバー、何、臭いものだらけ、思った、ね、本当だ、ドゥンドゥン、やばいやばい、今日はちゃんと緑着てきて、完璧、今日誰、うちゃんが好きな人、なるほどね、あの人か、あの人、あの子か、あの子です。くさくさくさん、大丈夫、振り揃えた、揃えました、揃えました。初めての、今日初めてのことが発覚して、千秋楽で、え、そうやね、くさーで結構下まで下げるっていう、最初は緩いけど2回目結構下まで行くっていうのを、あ、そうなんだ、そう、初めて、今まで出てた、今まであんな出てた、今までやってた、今2回ともやってた、2回とも同じところで、これも2回ともやってた、うん、おい、でも2回目はだいぶこういくらしい、うん、あ、そうなんだ、やることもうないんですけどね。そうですね、はい、無理間違えてるやん。あ、でも、でも昨日なぎさ声見てたんですけど、あ、そうですね、うーちゃんみんながこうしてるところこうしてましたよ、うん、あ、え、ゆうちゃん、ゆうちゃん、うわ、え、おい、シハン気づいてなかった、シハン気づいてない、はい、やってました、あ、私ってたってしてた、あ、あ、発覚した、言わんかったら気づいてなかったよ、シハン、やるよね、どう、師範って呼ばれるの慣れた、慣れた、なんかどんな感じなの、師範って、師範もうレッスン仕切ってる感じ、うん、どうだろう、なんか何かが大きく変わったことはない、ね、確かに今まで通り、今までやっていたことに名がついたって感じです、あだ名がついたって感じ、今まではね流れでやってたもん、そう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 、自ら師範やったからね、すごいよ、自らな、そう、そう、呼ばれるべくして名がついたんですな、師範と、えらいねー、ゆーちゃん、ゆーちゃん変わってないですね、ほんまに、いや、本当に、ね、何か変わったことは、ね、YouTube は見ましたけどね、ゆーちゃんが卒業してから、あ、ほんま、うん、変化っていうのを答えてましたよね、あ、そうそうそう、あ、うん、それ見た、ね、何変わったよ、何か変わりました、卒業して一番実感した瞬間、もうだって次卒業するからね、渚さん、なんやろう、でもやっぱ自分の好きなことをいっぱいできる、次は渚さんが卒業ですからね、MC みたいな、もね、やっぱ聞きたいことありますよね、そうやな、そうですね、でも関わる人がめっちゃやっぱ広がったから、新しい知識とか、 なんか世界がなんか広がった感じがする、だってもう演技の方、舞台の方とかでね、アイドルと違う、あ、そうそう、でもなぎちゃんは今でももう関わる人多いから、なんかそんなに変わることなさそうかな、確かに、でもなんか劇場、なんか心の拠り所やったからさ、わかるね、なんかさ、ここに帰ってきたら、うん、気も張らずに、うん、自分らしく一番いられる場所がなくなるんか、それはあるかも、いうか舞台やから、こう一個一個こう関係を築いても終わりってなったら、またここからこう、ね、終わりってなるから、ね、それが寂しい時は孤独をちょっと感じるかも、あれだけ一緒にいたのに、そうそうそう、だからこういう ね戻ってこれる場所はマジでありがたいなって思うから戻ってきちゃった、あ、帰りなさい、やめてもあるから大丈夫、確かに、そうですよ、いつでも劇場はいつでもあんのか、そうやで、いつでもこう広げといてるからが、広げ広げてるから、広げてくれてるから、ありがとう、キュッと
どこ使ってんの。でもな、仲いいメンバーも卒業していくもんな。どんどんな、それはそうだね。できたね、本当にそう。あ、手が冷たい。手が冷たいよ。ゆかお帰りやって。ただいまー。お帰りー。あの日は空が光ってた時よりの中で気するように少し遅れてない。えぐちゃん、差し入れ持ってきてくれたんですか。持ってきたけど、なんかちっちゃいから恥ずかしい。さすが、優しい。ないよ。気が利くうーちゃんです。ちょっと食べてください。気が利きうーちゃん。ありがとうございます。あだ名できた。何の歌が一番今踊りたいですか。おー、なんやろ、なんやろな。そう言われると、全く踊らなくなりました。当たり前のように踊らへんな今。あんなに踊ってたの。タップダンスだけしに行ったけどな。行ってるわ。レッスン、浜野さんのスタジオ。すごいな。汗たくなる。めっちゃしんどい。全然できひん。不毛の土地踊りたい。なんで？なんでそれ一番しんどい曲選んだ。難しいんやな。難しい。踊ったって感じするやん。確かに。じゃあ休憩でよ、そう言ったら。え？休憩公園でありますからね。OG枠あるの？ある。OG枠？OG公園。OG公園。なんかいるおじさん。おじさん。もう終わりますね。ねえ、寂しいね。この衣装も最後か。ほんまやな。か、この衣装ほんまに昔から着てるよね。歴史がある。え、紅白の時のやつでしたっけ。いや、これは違う。5周年。そう、5周年、うん。紅白でも着ました。着てない。紅白はカモネギ、あと、あのイビサ。なんか記者会見発表みたいなんで。あ、来てた。これ。あ、来てたの。そのイメージめっちゃある。記者会見は来てた。なんでこれ来たんだろう、今思ったら。え、でもその時の、その時の最終年だったから。あ、そっかそっかそっか。へぇ、5周年で出たんだ。ベレー帽かぶってなかったの。それ、しゅーちゃんか。しゅーかぶってた。ベレー帽のイメージ。ベレー帽かぶってた。めっちゃあんねん。懐かしい。可愛い。アミタンが紫のペンライト振ってくれてるんで。アミタン、アミタン、アミタンショールーム。私のさ、ロッカーアミタン使ってるよな。あ、そうなんや。さっき見に行ったら。そうなんだ。もう次々入れ替わるんや、ちゃんと。入れ替わってて、で、ちょっとごめんやけど、中をちょっと見てんやから。そしたらさ、全然物入ってなくてさ、反省会ノートと筆箱入っててさ、かわいい。元気よと思ってさ。すごい。じゃあなんで見たんですか。じゃあなんで見たんかな。アミタンとあやみたい。自分のじゃないのにも、ちょっとだけごめんと思って、衝動は絶対抑えられなかったんですか。無理やった。絶対無理やったんや。無理やった。無理だったか。じゃあしゃあないな。見ちゃった。あ、そうです。ゆうみさんもだった。時間いいよ。まだ大丈夫。大丈夫。あれ、45分間やん。そうだよ。そうなんや。うん。半やと思ってた。なんかこの間は始まったばっかって感じですね。この N で何年？1年半とか。1年半か。え、1年半なんや。いや、でも。え、2年？もっと？いや、そんなやってないんですよ。1年かりんたちがコロナになったんで、伸びて。あ、そうや。で、そうや。そう、3月、4月とかなっちゃってるから。そうや。1年半とかだから。あんなでもやってない。そうや、最初の初日ぐらいやったな。懐かしい。そう、懐かしい。でしかもなんかショーマンとかで出てない時期とかもあったから、ショーマンなんか結構あんまりこの公演やりきやったぞって感じしないかも。確かに確かに。自分たちで考えたもんな、セットリスト。覚えてるもん、公演の名前決まった時さ、なんか舞台監督さんがさ、なんか勢いで決めてくれたよな。なんで夢中ライブになったんだっけ。なんか夢中人の夢中とじゃなかったんで、題名の舞う舞台で舞台、うん、かっこいい、かっこいい名前のパッて決めてくれて、すごいよな。もう一つで次の公演あるんです。あの、絶対体調不良にならないと。これだけはもう大事に。で、次の公演1曲目何？言えないでしょ。言えるか。言えないでしょ。パッて言ったらどうします？気になる。いや、お楽しみです。来てくれればいい。
からうーちゃんが好きな曲大好き、そっちも入れちゃいましたね。昔の何も変わらずに大好き、カリン大好き、かわいい。これ何だっけ、ただいま恋愛中公演だけ、ただいまただいま恋愛中、急に可愛くない、ただいま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 、何の曲が一番好きかな、え、もう決めてる？卒コンとかのセットリスト、あの名前だけ発表、見た見た、大喜利のやつ、こんな楽しみ、すごい、でも2日間やったらさ、え、内容とは2日間で2公演もね、はい、すごい、2日間で2公演、もうやり放題、あ、神風来た、ハリーもつけなきゃ、やり放題、好きなこと詰め込み放題、そう、本当にもう全力でちょっと一緒の目る人、本気の人、へえ、楽しみ、いいね、楽しみなんかメンバーもみんなで楽しめるライブにできたらいいな。そうですね、初めてクリスマスライブもあるんですよ。あ、ねえ、見た見た、なんかちょっと新鮮で、どんな風になるんだろうって、みんなサンタ着んのかな、ね、あ、コスプレめっちゃ映ってるすいません、ごめんなさい、そうかよ、ごめんごめんごめん、全然前髪切りました、ね、あったかわいい可愛い。ゆうちゃんです。さっき個人の服もらいました。そうなんです。渡せました。秋服いっぱい着ようと。もらいました。もらいました。もらってはないです。もらってないです。うん、ね、もらってないですよね。まだね、まだあのメンバー分が実はあの届いてなくて。ウカさんには渡せる、今に、あ、今しか渡されない、そうそうそう、そういうことする、どうどうどう、ね、どう落ち着いて落ち着いて、はい、あ、後でいいですか、あ、一緒に、一緒にね、これ一緒にそんな体めり込みそうやあ、取り込まれるふくらはぎが、すいませんね、コメント見てた、皆さんの全然見てなかったです、ね、はじめましてやってありがとうございます、リンヌ、リンヌかわいい、あのランナリの学生の頃のあだ名なんです、うん、え、リンヌ、そうだ、かわいい、だからそれにしたい、たった一人の友人がなんかちょっと他の子と違うなんかあだ名をつけてくれて、うん、でなんかその子だけが自分のことリンヌって呼んでて、かわいい、ちょっと なんでそれをあれにしたの、なんか自分の名前にかけたいなとは思ってたけど、うん、K があんまり好きじゃなくて、あ、 R、 うん、R ってかわいいじゃないですか、確かに確かに、丸みがあって、だから R にしたいなと思った時に自分のその時のあだ名を思い出してリンヌにしようって、なるほどね、だからあんまりなんか深く考えすぎず、みんな知ってんのそれ、多分知ってると思う、あ、そうなんや、何、痛い、痛い、凝ってますね、はい、だいぶ凝ってますね、ブランドの名前つけるとかなったらめっちゃむずいな、確かに考え、あ、お時間だって、じゃあちょっとそろそろ、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう、一緒に一緒に呼びましょう。十三位よしひらさん、十二位ハラハラハラハツのクロさん、十一位ライフさん、十位マー君アコーダさん、九位ユージローさん、八位竹馬さん、七位ジングちゃん、六位佐藤くんさん、五位ゆきちゃん、四位けんちゃん、三位すえきち、二位ジョンアット香港さん、一位けんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。あ、これいつも、あ、間違えません。